九十九島せんぺいは長崎県佐世保市の名家で小麦粉で作ったせんべいである。佐世保市の株式会社九十九島グループが製造している。九十九島せんぺい、小麦粉で作った六角形の生地の上にピーナッツが散りばめられ、表面にはメレンゲを使って九十九島の白い文字が刻印されている。六角形の生地は縁起物である亀の甲羅をかたどったもので海を 表しており、ピーナッツは、九十九島の島影を表したものである。特注品として、九十九島の刻印の部分に自分の好きな文字を刻むことが可能。出産のお祝い返しとして、子供の名前を入れたり、企業名を入れて、反則品として使うなどの例がある。1948年に、佐世保市に開店した菓子店で生み出された九十九島先兵は1951年に、 発売され、1953年にはその製法の特許が取得されている。1955年に菓子店は株式会社九十九島先編本舗に改装。この後六十九島を含む長崎県北西部の多島会が新しく再開国立公園に指定されたのを機に、佐世保の観光地下の自由に乗り、同社は成長を続けた。日本の高度経済成長期にも、 新聞、テレビ等で印象的な CM を流すなど、ブランド戦略に取り組み、長崎県を代表するメーカーに育った。1970年には昭和天皇の行行に際して献上されている。商品パッケージは変遷を重ね、1980年からは中島清による洋傘を指した少女を採用している。2010年の出品以来、 モンドセレクションにて9年連続で最高金賞を受賞している。なお、九十九島先兵本舗は、その後、株式会社九十九島 SK ファームへと社名変更したが、2005年に経営不振により破綻。現在は九十九島グループが事業を引き継ぐ形で製造、販売を行っている。先兵ではなく、半額音の先兵となっている由来は、 九十九島グループのホームページで二つの説が紹介されている。ちなみに、他に、ぺいが商品名となっている。代表的メーカーには、二河潜併、湯ぺい等がある。また、佐世保市出身の作家の村上隆は、2004年頃に九十九島ぺいの思い出を綴ったエッセイを発表し、シリーズ広告として新聞などに掲載されたが、その中で、 せんべいのバリバリ噛んでなく、パリッとした独特の歯ごたえから、食感とせんべいの五感がマッチしていると考察している。九十九島の歴史、会社サイト、2006年4月24日時点のオリジナルより、アーカイブ、2019年1月26日閲覧。九十九島グループ、長崎プレス、2019年1月26日閲覧。 ABC 九十九島グループの歴史会社サイト2019年1月26日閲覧長崎県美術館にて99ブログ九十九島グループ2019年1月26日閲覧ことぶきスピリッツ株式会社の有価証券報告書 UFO リーダー2019年1月26日閲覧九州の銀行シリーズ4神話銀行 2005年からの長崎県の破綻企業 JC ネット2019年1月26日閲覧川越聖合著全員三角の最強理念経営119ページより2019年1月26日閲覧遠隔樹スピリッツ株式会社2019年1月26日閲覧ありがとうございます